今日も一日お疲れ様。ん、なんか疲れた顔してるよ。どうしたの？疲れた？そっか、今日一日めちゃくちゃ大変だったんだ。でも頑張れる君のことは困る。すごい尊敬してる。困るが君のことをイコイコしてあげようか。頑張ったから。え、こっち来て、こっち来て。イコイコしてあげるから、こっち来て。あ、ちょっと待って。あ、ちょっとかがんで、かがんで、かがんで、手届かない。頭こっちに向けて。はい。よしよし。よし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 。偉いぞ。よしよしよし。よし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 。君は頑張れて偉いな。そんな君のことが、好き。え、なに？小丸のことも好きって言った今。ん？もう一回言って、もう一回言って。ちっちゃくて聞こえなかった。もう一回言って、もう一回言って。両思いじゃん。でも、小丸の方がもっと好きなんだけどさ。知ってた？小丸の方が君のこともっと好きなんだよね。知らなかった。小丸のね、今日ね、君のことめちゃくちゃ考えてた。何してるかなーとか。頑張ってるかなとか考えてた。好き？本当に？ありがとう。困るね。え、困るのことも考えてくれた？一瞬考えた。一瞬考えたらもうそれは、困るのことか、好きってことだよ。困るのことか、好きなんだよ、君。ギューしていい？ギューしよう、ギューしよう。ほら、こっち来て、こっち来て。はい。ギュー。ギュー。なんか君、いい匂いする？こんないい匂いするの？ボディークリーム使ったの。女の子みたいじゃん。ボディークリーム使ったの？すごいいい匂いする。いい匂いする。コマルもいい匂いする？実は今日シャンプー変えたんだ。そう、シャンプー変えたの。今度ね、君も使っていいよ、小丸のシャンプー。一緒の匂いなら。そろそろお布団入る？お布団。お布団入る？最近暑いからね。暑いけど、小丸のことちゃんとギュッてしてね。君にギュッてしてもらわないと小丸寝れないからさ。いい？ありがとう。じゃあさ、ベッド行こう。ほら、おいでおいで、こっちこっち。ほら、ウェルカムウェルカム、こっち来てこっち来て。はーい。わあ、目の前に君がいる。顔近いね。顔近いね。君の顔が目の前にあると思うとちょっと恥ずかしいかもしれない。
ちょっと恥ずかしいかもしれない。なんか、どうしようか。どうしようか。なんかする？なんか困るにしてほしいことある？ん？耳元でいっぱい好きって言ってほしいの？いつも言ってるじゃん。いいよ。満足した？ん？そっか、よかった。なんかさ、もっとしてほしいことないの？大好きな彼女と二人きりなんだよ。もっとしてほしいことあるでしょ。まだ好き足りないの？もう欲張りだな。じゃあもう一回ね、好き好きしてあげるね。好き好きって。好き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 。チッ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 。好き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 。チッ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 。よかった、いいねこれで。うん、じゃあどうしようかな。君がなんか今ちょっとエッチなこと考えてたりする？してないの？本当？じゃあ小丸に何してほしいかちゃんとお口で言って。君が言ってくれなきゃ分かんない。小丸困る、困っちゃう。ん？お耳なめなめしてほしいの？ダメ。だってそんなの恥ずかしいもん。ん？どうしても？そんな困った顔されたら、そんな子犬みたいな顔されたら、やるって言うしかないじゃん。じゃあもう君のお耳トロトロにするからね、覚悟しといてね。いい？いい？どうなっても知らないよ。寝れなくなるかもしれないよ。いいの？じゃあいいよ。こっち来て。いくよ。と見せかけてまでしないかったり。ごめんごめん、そんな、泣きそうな顔しないでよ。ごめんごめんごめん。期待してたの？
こまでお願いって言ったらもう一回舐めてあげる。こまでちゃん大好きって言ったら舐めてあげる。ん？どうかな。好き。本当？じゃあもう一回舐めてあげようかな。いくよ。強かった？うん。もっとしてほしいの？でももっとしたら困る、変な気持ちになっちゃうんだけど。責任取ってくれる？ちゃんと。いや、責任取らないの？なんで？ YouTube 君が怒るから。そっか、それは仕方ない。反対の耳もペロペロしたし。しょうがないな。じゃあ反対の耳出して、コロッてして、あっち向いてあっち向いて。あ、いや、困るが上に乗っかろう。よいしょ。君のこと今見下ろしてるよ、困る。と、困るが上に乗っかっちゃった。絶景だな、君を上から見るの。絶景だな。じゃあ、反対の耳、舐めるね。あ、その前にチューしよう。じゃあ、反対の耳、舐め舐めするね。ドキドキしてる。私もドキドキしてるよ。
目合わせてくれないの？こっち見て、こっち見て、こっち見て。ん？ほら、こまれの目見て。好き。好き。好きだからやるんだよ。好きじゃなかったらこんなことしないよ。君のことが好きだから特別に舐めてるんだよ、お耳。ちょっと一旦落ち着こうか。君が顔真っ赤にしてるから一旦落ち着く。じゃあじーって見つめてよっかな。じーじー。あ、なんで顔さらすのね。こっち見て、こっち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 。そう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 。じー、10秒見つめ合うと恋に落ちるんだって知ってた？見つめ合ってなくてももう恋に落ちてるんだけどさ、なんちゃって。ん？なんか君の体熱くない？ちょっとギュッてしていい？うん、熱い。患者様お熱があるようですね。熱いね。お耳とか特にほら真っ赤だよ、ほらお耳。耳真っ赤になっちゃってるよ、ほら。大丈夫、真っ赤になってるよ。かわいい。かわいいな。よしよし、ひこひこ。私の恋人かわいいな。君と出会えてよかった。君になら何でもしてあげられる。好きだから。反対の耳をイコイコしてあげるね。よいしょ。イコ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 。耳塞いじゃおうかな、君が。ほら、コマルの声しか聞こえないでしょ。コマルの声しか聞こえないでしょ。だ、だ、だ、コマルの声だけ聞いてて。コマルの声に集中して、体の全部でコマルの声に集中して。かわいい。何、もう一回舐めてほしいの？欲しがりだな。コマルのことを分からせたらいいよ。それは反則だよ。そんな面倒向かって好きとかちょっとやめて。それはちょっと反則。何でもします。1秒で分からせられました。じゃあもう一回なめなめしてあげるね。今度は耳の奥までちゃんとなめなめしてあげるね。ここまで舌入るかな。
たの耳やる？あんたの耳も奥までジュッポリする。奥までジルジルってする。する？いいよ。お耳なめなめされると思った？残念でした。フーでした。君の困った顔好きだな。かわいい。そんな欲しいの？お願いしますって欲しがりだな。いいよ、じゃあしてあげる。フーフーしてなかったね。する？こっちも。うん、こっちもしとこうか。と、気持ちいい。すっごいビクビクしてる。私の彼氏そんなに変態だったんだ。まあ変態でも好きだけど。じゃ、反対のお耳ちゃんとなめなめしてあげるね。こまるはいっぱい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 なめなめしてあげるね。いっぱい気持ちよくなってね。休憩、ちょっと休憩。うん、でも君の耳をペラペラするのが好きな困るもん、変態さんかもしれない。私たち変態カップルだ。おそろいだね。お耳もっと舐めてほしい。せっかくだもんね。せっかくだもん、お耳もっと舐めようか。チュパチュパする。Oh.
好きなんだ。じゃあ反対の耳も優しめ欲しい。いいよ、優しめのやつあげるね。好きなんだ。欲しがりだな、本当に。君は欲しがりすかな。可愛いな。確かに君リスみたいな顔してるかもしれない。好きだな、可愛いな。大好き。じゃあ激しいのと優しいの2ついっぺんにいっちゃう。激しくしたり優しくしたりしちゃう。いいよ、君のためなら何でもしてあげるから。ちょっと舐めてあげるからね。激しくしたり優しくしたりしてあげるから。いただきます。
できないかもしれない。ね、キュッてして、キュッてして小丸のこと沈めて、キュッてして、キュッキュッキュッ。ついてきたかもしんない。ね、ダメだ。君の耳舐めてると、すっごい変な気持ちになるんだけど、なんでかな。我慢しなくていいの？我慢しなくていいの？でも、そしたら、大変なことになっちゃう。我慢しなきゃ。今日は我慢しなきゃ。いっぱいチューしてくれたら我慢できるかもしれない。いっぱいいっぱいいっぱいチューしてくれたら小丸我慢できるかも。チューして、小丸にチューして。チュッ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 。落ち着いてきたかもしれない。うん、ありがとう。うん、何？何？好き好き言いながら耳舐めてほしいの？困る。そんな器用なことできるかな。やってみるね。君の怖く壊さない程度にやってみるね。好き好き耳舐め。
ちゃったごめんダメだ壊れ変な声出ちゃったんって言っちゃったごめんね大丈夫鼓膜壊れてない大丈夫じゃあ今日はあとは壊れがキュッてしてあげるからその前に耳掃除する耳軽く掃除してみる今日耳舐めしかしてないからさ耳コシコシしてあげるコシ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 コこっちの耳だからさ、コマルの心音聞く？心音聞いて眠る？うん、いいよ。コマルのお肌に直にピトってして心音聞いていいよ。特別だからね。彼のワード気持ちいいでしょ。スベスベでしょ。ドキドキしてた。ドキドキしてたでしょ。君といるときはいつだってドキドキしてる。君のこと好きだから。ドキドキしちゃうの。君の耳見てると舐めたくなっちゃうな。
くなっちゃうのかな。うん、君の耳すごい綺麗な形してるし。